ポール・エーレンフェスト、ポール・エーレンフェスト、ポール・エーレンフェスト、1880年1月18日から1933年9月25日は、オーストリア出身のオランダの理論物理学者。相手意の理論やエーレンフェストの定理など、統計力学の分野と統計力学と、量子力学との関係性に大きく貢献した。 モラビアの老シ規制出身のユダヤ人家族の元ウィーンで生まれ育った。両親のジークムントエーレンフェストとヨハンナ・イエリネックは食料を品店を経営していた。家族は過度に宗教的であったわけではないが、ポールはヘブライ語とユダヤ人の歴史を勉強した。後にユダヤ人のルーツを常に強調した。小学校では優秀であったが、アッカダミシャス・ギムナジウムではうまくいかなかった。 最も良い科目は数学であった。フランツ・ジョゼフ・ギムナジウムに転校した後成績が改善した。1899年に最終試験に合格した。ウィーン工科大学では科学を専攻したが、ウィーン大学で特にルートビッヒ・ボルツマンから熱力学の運動論についての講義を受けた。これらの講義は大きな影響を与えた。この講義によりエーレンフェストは、 理論物理学に対する興味を増大させ、その後の主な研究分野を定め、発奮させるような教育の例を提供した。当時、ドイツ語圏では複数の大学で勉強するのが通例であり、1901年にゲッティンゲンへ移った。この地は1933年まで数学と理論物理学の重要な中心地であった。その地で後に妻となるタジャのアファンチバトであった。 彼女は当時ロシア帝国、キエフ県の県庁のキエフで生まれ、サンクトペテルブルクで教育を受けた若き数学者であった。1903年の春、ライデンへの小旅行中に、ヘンドリック・ローレンツに出会った。その間に、論文リベベイガングストラークター・イン・フラジング・ケイトン、ウント・ダイ・マッカニック、ホン・ヘルツ、流体中の合体の銅とヘルツの力学を作成した。 1904年6月23日にウィーンで PhD を取得し、1905年までその地で過ごした。1904年12月21日、共同研究をしていたロシアの数学者、タチャナ・アレクゼイルのアファンチバと結婚した。二人の娘と二人の息子がいた。タチャナも数学者となり、五輪化は児童書の作家及びイラストレーターとなった。ポール。 ジュニアも物理学者となった。バシリーが末っ子である。1906年9月にゲッティンゲンに戻った。ボルツマンはその年の9月6日にトリエステ近くのドゥイーノで自殺したため、再び会うことはなかった。エーレンフェストは、ボルツマンの業績が記された死亡記事を広く発表した。ゲッティンゲンの数学者のトップで、エンズイクロピリレアマシマティスケンウィスンシャフトンの 編集長であるフェリススクラインは、ボルツマンに統計力学についてのレビューを依頼していた。彼の死後はエーレンフェストに依頼を行い、エーレンフェストは妻と共に数年間それに取り組んだ。この論文は1911年まで発表されなかった。これは、ボルツマンと彼の学校の研究のレビューであり、自身のすべてのスタイル、基本仮説への鋭い論理的分析。 未解決問題の明確な描写、賢く選ばれた分かりやすい例による一般原則の説明を示している。1907年、夫婦でサンクトペテルブルクに移った。そこで良い友を見つけた。特にアブラム・ヨッフヘが科学的には孤立を感じていた。さらに、オーストリア市民及びユダヤ人に起源を持つことから、終身的な地位の見込みがなかった。 1912年初頭、ある地位を望み、ドイツ語の通じる大学を見学し始める。ベルリンでマックス・プランクに会い、ライプツヒで旧友のハーグラッツに会い、ニュンヘンでアルノルト・ゾンマーフェルトに会い、チューリヒチウィーンも訪れた。プラハ滞在中に初めてアルバート・アインシュタインに出会い、その後ずっと親友であった。アインシュタインは、プラハでの自身の地位を継ぐように進めたが、 うまくいかなかった。これはエーレンフェストが自身を無信論者であると宣言したことによるものでる。ゾンマーフェルトはミュンヘンにおける役職を依頼したが、エーレンフェストはより良い依頼を受けた。同時に予期せぬ出来事が起こった。H.A. ローレンツがライデン大学教授の地位を辞任し、彼の助言に基づき、エーレンフェストが後継者に任命された。 1912年10月エレンフェストはライデンに到着し、12月4日に就任講演ズワクライズであライチティサーハイパサス、光エーテル仮説の機器についてを行った。それ以降のキャリアでもライデン大学に残った。物理学の学生間の相互作用と交換を促進するために、ディスカッションのグループとドライドッシュフレッシュと呼ばれる研究会を組織した。 国内外の著名な物理学者と密接に連絡を取り合い、彼らをライデンに招待し、自身の講義で発表をしてもらっていた。すぐに弱点を指摘し、要点を要約する優秀な討論参加者であった。彼は講義内で基礎となる過程を説明し明確に、するために、簡単なモデルを例に焦点を当てた。授業は小規模で読書室を利用していた生徒と、知り合うように努力した。 理論物理学の専攻科目として受け入れられたものは、ほとんどなかったが、日常的に学生と長い議論を行っていた。アインシュタインによると、H.E. was not merely the best teacher in our profession w h o m i have ever known.He was also passionately p r e a c q u p i e d with the development and destiny of man, especially his students to understand others. ツーゲインゼアフレンドシップアンドトラスト、ツーエイドエニワンインブロイルドインアウターワインナー、ストラゲルズ、ツーエンカレッジユースフルタレント、オールディスワズヒズ、リアルエレメント、オールモストモアザンヒズイマージョンインサイエンティフィック、プロブレムズ、BR、彼は、我々の職業で知りうるうちで単なる最高の、教師ではない。彼は、人間、特に自身の学生の成長と運命にも熱が、入っていた。 他者を理解すること、友情と信頼を得ること、内外の闘争に巻き込まれた誰かを助けること、若い才能を奨励すること、これらすべてが科学的問題への没頭よりも彼の本当の要素である。エーレンフェストは自分の生徒に教えることができることがもう少しあると感じたときは、さらなる訓練のためにヨーロッパの他のセンターへ送った。 海外での地位を受け入れるように奨励を行った。エーデンフェストの学生には、電子スピンの概念を共同で提案したことで、有名になった、ヨハンネス・バーガーズ、ヘンリク・クラマース、ダーク・コスター、ジョージ・ウーレンベック、サミュエル・コーズミットや、ヤンティン・バーゲン、エアンド・ラ・トガーズ、ヘンドリック・カジミール、ゲアハード・ジエケ、ダーク・ストルーク、ジェラルド・カイパーがいる。助手には、ユーリク・クルート・コブ、 ビクトール・トルケル、アドリアン・フォッカー、ポール・エプスタイン、グレゴリー・ブライトがいる。彼の研究室で長期間過ごした他の若い、外国人科学者には、グン・アーノルド・シュトルム、エンリコ・フェルミ、イーゴ・リ・タム、オスカル・クライン、ロバート・オッペンハイマー、ウォルター・エルサッサー、レイ・フ・クロー・ニヒ、ベルナー・ハイゼンベルク、ポール・ディラック、デビッド・デン・ニッソンがいる。エーレンフェストは、科学、技術の進歩、 文化的、社会的問題について、両値的な見解を示していた。1919年、オランダ王立芸術科学アカデミーの会員となった。1931年5月の親しい友人との文通から重度の鬱病に苦しんでいたようである。アインシュタインは非常に心配していたため、1932年8月までに、 深い懸念を表明し、エーレンフェストの仕事量をおらすことができる方法を示唆した手紙を、ライデン大学の理事会へ書いた。1933年9月25日、アムステルダムで末っ子の族3人の子供の世話をするための手配をした後、ダウン症を患っていた末っ子はセクを射殺し自殺した。エーレンフェストの科学論文のほとんどは原理を扱っており、 単一点を明確にしようとしている。彼の論文は逆説を解決することもしくはより、明確な説明を提供することによる明確さにより、有名デり、密のような疑問を提起する刺激さがある。彼の科学へのアプローチは、ロバート・オッペンハイマーが1928年夏に、ライデンでの長期滞在を招待された後に書いた、ものにより最もよく説明されている。 If you intend to mount heavy mathematical, artillery again during your coming year in, e u r o p パ I would ask you not only not to come to ride in, but if possible not even to holland, and just be cause, I am, really so f o n d of you and want to keep it that way, but if, on the contrary, you want to spend at least a a first few months, patiently, comfortably, and joyfully in discussions that, keep coming back to the same few points, chatting about, a few basic questions with, me and our young people, and without thinking much about publishing, for I then, I welcome you with open arms.br, もしあなた方が数学的な重宝を来年再びヨーロッパに設置するのであれば 来電だけではなく可能であれば、オランダにも来ないように頼むであろう。その理由は、単にあなた方がとても好きで、そのままにしておきたいからである。それどころか、少なくとも、最初の数ヶ月間、同じ点に戻ってきてしまう議論に対して辛抱強く、快適に楽しく過ぎもたいのであれば、私と、私たちの若い人々との間でそれを発表する、ことについてはあまり考えずに、 いくつかの基本的な質問についておしゃべりしてください。私は両手を広げてあなたを歓迎します。特質上、彼はハイゼンベルクとディラックの新たな量子論の抽象化が好きではなかった。1912年から1933年までのエーデンフェストの最も重要な貢献は断熱不変量の理論である。これは古典力学から派生した概念であり、 ボーアの原子模型の方法を宣伝するのに役立った。一方、ただし初エーデンフェストは、ボーアの考えを受け入れなかった、原子力学と統計力学の間の関連を作った。相手意の理論や、量子系の期待値が、古典力学に従うと述べた、エーデンフェストの定理など量子力に大きく貢献した。エーデンフェストの名は今日でも議論されている、相対性理論の明らかなパラドックスであるや、 古典力学からの観測量に対する量子力学の始まりを特徴づけるなどに与えられている。経済学における数学理論の発展にも興味を持っていた。この興味は、熱力学と経済過程の間にアナロジーがあるだろうという自身の考えにより刺激される。このことは発表されなかったが、自身の生徒で大学院生であったヤンティンバーゲンにこのことを 追求することを勧めた。ティンバーゲンの論文は、物理学と経済学の両方からの問題に専念し、その後経済学者となり、1969年の最初のノーベル経済学賞を受賞した。BR 参照 BR エーレンフェストは特にアインシュタインとボーアと仲が良かった。1919年にボーアが最初にナイデンに訪問した後、 クラマースの論文ディフェンスのために、エーレンフェストに対して、次のような手紙を書いた。I am sitting and thinking of all who a t you've told me about so very many different things and a t e v e r I think of, I feel that I have learned so much from me, which will be of great importance for me, but at the same time. I wish so much to express my feeling of happiness over your friendship and of thankfulness for the confidence and sympathy you've shown me I find myself so t t e r l y incapable of finding words for it.1920 年、アインシュタインがエーレンフェストの昇平によりライデン大学の特別教授に就任した。これによりアインシュタインは 毎年数週間来電を訪れることができた。その際にアインシュタインはエーレンフェストの家に滞在していた。1923年、ベルリンのドイツ人彫刻家主義者がアインシュタインの命に脅威となった後、6週間来電に滞在した。ローレンツの博士取得50周年、1925年12月の機会にエーレンフェストは、ボーアとアインシュタインの両方来電に招き新たな、 量子論についての科学的差異を調べしようと試みた。これらの議論は1927年のソルベー会議でも継続された。そこではエーデンフェストは非常にうろたえながらこの偉大な議論においてボーアの立場に反対しなければならなかった。1912年にエーデンフェストにより始められたライデン大学の物理学の夜のコロキウムは現在でも コロキアムエアンフェスティの名の下で続いている。量子工学、量子情報研究所は、ポールエーレンフェストベストペーパーアワードフォークアンタム、フーンデシャンズを発表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。